タラちゃん、タラちゃん。何ですか？今の誰？私。ドラえもん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 。僕だら。僕。わかる。僕ドラえもん。二度一番二度一番二度。ドラえもん。のび太くん。マスですか？何をすればいいですか？ちょっとリアル。ちょっとちょっとバイ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 。イエーイ。イエーイ。はい、じゃあ皆さん今日最終日でしたか、どうでしたか？黙らんといて黙らんといて。楽しかったけど大変でした。そうな、なね、後藤さん厳しかったしね、本当にね、本当にね、なんかあんなあんなふざけた髪型ラーメンよりもくるくるやで、あの髪型めっちゃスープ絡む、スープ絡む、スープ絡む、玉ねぎも絡みそうな、こういい感じのね。ママが、ママどうでしたか？ママどう、ママ怖いな。ママの変身プリがすごかったよな。メイクスタートとママも来たら、ママママママ、でもそんな私はすっぴんのママの方が好きだよ。ママ、ママそれ意味ない。ママ、ママ逆にそれで映る方が変ですよ。ママ、ママそれで映る方が変だよ。ママです。ママです。ママどうでしたか、私たちの演技。まだまだね。まだまだ。何ですか、山添社長ですか。聞いてますか。山添社長、山添社長ですか。何言うと、山添社長ですか。山添社長はお金持ちやった、ね、8人も一緒にね、お客さん連れてきてもらって、山添社長言うのかな、なんかなもうねえ、お酒組むの大変やった。お酒組むの大変やった。あなたやるの、あなた働いてるんですか、見せるんですよ。ママやから、ママやから、うん、ママやから、いいの。そうですか、いいっしょ、ね、ママ。え、逆にハハ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 マイク取りましたけど。取られちゃった。はい、じゃあ100点満点中何点ですか。はい、0.5 点ですね。厳しいな。そう、自分に厳しく他人に優しくやね。あ、はい、はい、じゃあ私も100点やけど何が。嘘嘘、はいはい、はい、次何点だ。え、リアルに言われた。でも伸びしろないから、ね、じゃあ40点ぐらい。あ、そうそう、まあ、伸びしろがあるからね。はい、30。意外とこういい演技、いい演技、さらっとこうやって通り過ぎながらね。ポンポン、私ちゃんと見てたしね。ゆうちゃん、あのセリフ何やったっけ。セリフ、え、何、暇じゃない。いつのセリフ。はい、私は暇じゃない。唯一のセリフでした。はい、これしか言ってない。あ、もうちょっと、あれ、カメラの前じゃキャラが違うんじゃないの。いや、ちょっと何点だったのかな。35点です。作ってるな、ちょっと。はい、じゃあみんなで35点です。せーの、35点です。なんかチーム名みたい。はい、ありがとうございます。ママありがとうございました。バイバーイ、お幸せに。え、めっちゃバラエティーみたい。バラエティーですね。さあ皆さん、うーん、どうしよう。大丈夫、大丈夫、まあこの人ほら大丈夫、調子いいから。さあ何聞きましょうかね。
うん、で撮影で一番辛かったことは何ですか。はい、あなた。私、うん、辛かったことはなんか座りすぎて途中からなんか背中痛くなって私は学校が超寒かったことですね。寒かった、ほんま寒かった。じゃあ他に、じゃあこれ、この撮影で一番嬉しかったことは。はい、嬉しかったこといきなり嬉しかったことは全部。全部。私はくんをはじめとして、その他のくんをはじめとするその他のシーンでいろんなものが食べられたことです。いろいろ出してもらったよね。マクド。そう、映ってはないけどママがね、たくさん送ってくれましたね。ママ今回めっちゃ送ってくれたな。うん。ヒュー。太っ腹。なるほど、山添社長、お金持ちのね、はい。その他、これ結局1ヶ月も取ってない？何週間ぐらいやったっけ？1ヶ月ぐらい。1月半。お、早い。早っ。はや、めっちゃびっくりやな。そうやな、じゃあ何を、じゃあこの中で自分が一番成長できたことと思うことは何ですか。うん、やっぱりあのいや、私はちょっと初めての人と話すのがちょっと恥ずかしいかったのですが、いや、人見知りではないんですけど、めっちゃ揺れてる、裏めっちゃ揺れてる、まあまあ、みんなと仲良くなれたので良かったです。イエーイ。私はこの不良少女と仲良くなれたことです。イエーイ。ねえ、もう私の人生の中であなたはすごい大きな肘を占めてますよ。人の話聞け、人の話を聞け。熱くなってきた。熱いね、熱いね、熱くなってきた。うん、じゃあ少ないかもしれんけど、この撮影で一番恥ずかしかったことは何ですか。なんだろうな。何や、さっきじゃない、最後の最後のこのやつこのやつ写真を撮ってくれと言われ、結婚してるのにね。そう、ナンパの不倫ですよね、あれね、不倫ですね。しかも私絡みないのに違うやつね。ほんまあれどうかと思うわ、ほんまほんまナンパ。女子高生に手を出し始めたという衝撃の証拠写真を撮るためにわざわざ結婚写真撮ったどうやっていう。で、そう、あの撮影しとった後藤さんには奥さんに見せるでって言われてましたね。そうですね。あ、それからこの中であのまさか明らかになったこの後藤さんのあだ名がセバヤンという、ちょっと聞いてください。なんか後藤さん実はね、あの、キリスト教の方で、その洗礼名がセバスチャンですか。なんかね、あのアリエルに出てくるなんかザリガニと同じ名前、 なぜかそこからセバヤンっていうね、不思議でしたね。あのネーミングセンス ね、違いますね、あのクリクリ感ね、クリクリ感、はい。どなたのネーミングなんでしょうか、すごく気になりますが、はい。あ、それからもう一つ大事なカメラマンの関さんの靴下、可愛かった。なんかアンパンマンとかあったんかいな。バイキンマンと豚と、なんか一番最初に来た時になんかパッて見たら、え、何この靴下って思って、なんかえ、なんかそこらの女子高生みたいな。ボンだ、ボンあれなんかボンっていう名前をつけたんだ学校で。あの撮影した時にこの教託の中にボーンって書いてあるカード単語カードが出てきてそれで後藤さんがね、ひたすら遊んでました ね、 ちょっとひたすらね、あれはね、はい、まあね、やっぱセバヤンですから英語の先生ですね、はい。ちょっと詳しすぎますよね、いろんなことね。なんかちょっと水死体がどうのこうのね、ありましたね。ちょっとグロい話もね、いろいろと、はい、はい、あとチャイルドロック外してくださいね。チャイルドロックお願いしますよ。チャイルドロックをわざわざ、そう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 、あなた子供だから。あ、それと大事、一番大事なこの今私たちの姿を撮ってくれてるあのカメラの名前は何ですか。マイケル、ちょっとダニエル、ごめん、ダニエル。そして私たちのこの音声を拾ってくれているカメラ君の名前がマイケルと、
マイケル持ってもいいですか？マイケル出演してもらおう。初代マイケル奏者のゆうさん、小林さんどうぞ。これないっけ？ジャモン。ポフポフ。私もちょっとマイケルと戯れていました。はい、どうですかマイケル？ハゲたどうですか？やっぱりマイケルは私の心の支えでもあり本当にマイケルがいないと今どうなってるはい、まあちょっとさておきそういえばあれですね、私たち3人は KTR に乗って撮影もしますね。どうですか、これジャモンっていうの？人の話聞いてそう、散々遊んでくれますね、あの時の関さん本当に。あとあの時の後藤さん、なんかそう、なんか何気にすごい楽しんでくれて、そうあのポーカーフェイスの後藤さんがっていう。やります？反応がないですね。 KTR といえば、あ、結構なんか人に見られましたね。そう、なんか電車走っとって、まだ撮ってなくて、こう座った時に普通に雑談しとったら、なんか前の方にしかなんかえって感じで、すごい、何あれなんかカメラ珍しいみたいな。やっぱ田舎はね、ね、やっぱ田舎なんで、ここやっぱそうですね、そうですね、やっぱ皆さん新鮮味を感じられたようですね。はい、なんか他ありますか？あと KTR の、 あの改札口にいたおーちゃんにこれで遊んだらボーンってお、ボーンってなって、ちょっとあの駅員さんが駅員さんがボーンって、ちょっと焦っておられますね、ちょっとね、駅員さんにちょっとこうやってこうやって遊んでおーみたいなおーっていう、ちょっとびっくりしそうになったね、あれはね。なんかありますか？あ、ゾエシゾエシゾエシ、私たちのマネージャー、私たちのゾエシ、ねえ、どうしてありがとう、いないけどお世話になりました。大好きよ。あと私らあんまり知らんけど、これの企画プロデュースの岡本さんですか？岡本さんもお世話になりました。そう、ママ、そう岡本さんと橋本さんやな、なんか、うん、岡本さんありがとうございました。またよろしくお願いします。え、何、ママが何、また出てくれる？いや、ママさっき説明してたから、ありがとう。ママ好き。ママ熱演ですね、あれね。はいはい、何ですか？あれすごい良かったのに、もうなんかめっちゃ笑うから二人が全然撮影進まんくて。ママかも、ママかも。どうも。これから変わる。はい、どうぞ。どうぞ。え、何やった？あ、映ってる？あの、気が使える音ないからね。どうですか？え、何が？どう話しよう。うん、バーで。笑うの。私たちが笑ったよね。二人の絡みでこう。なかなか笑って取れなかったというね。これはね、娘がね、私悪くない、自分が一番最初に笑ったんだぜ。娘の顔を見たらなんか面白かったんだよね。それは自分の娘の顔見て笑うじゃん。それ逆に言ったやつは自分の顔が面白いっていうことですか？だってあの娘、私似てないから。あ、お父さんになる。あ、そうそうそう、お父さんうん、そうそうそう、お父さんの顔は面白い。似てる。こんな顔、もうこんな顔、こんな顔やったな。そう思い出したわ。思い出した。まあ、はい、こんなで。ありがとうございます。じゃあ、まあ一応じゃここにママがいるので、みんなでお礼を言ってきましょうか。ママありがとうございました。わかりますね。あ、でも、あ、ママメイクしてないけど大丈夫ですか？あ、大丈夫、あのマスクがある。
あの目は映ってますけど大丈夫ですか？ 目はね、自信がある。あでも私あのメイクした時のママの目が一番あの全然違ってすごいびっくりしたんですけど大丈夫ですか？でもすっぴんいけるよねまだ。そうですね。公開したらおかんし。この人の年齢は30。ピーやな、ピーやな。公式は28なんで。まあ28でもね、私らからしたら。14の子やで。そうだ。わおー。まあでも28ってまあ私らからしたら結構年上だよね。だよね。そうですね、そうですね。年の子、なるほど。そんなもんですか、お世話になってかって。あとあれやん、長島さん。青と緑。ナンパのミュージさんのお名前は。ミュージさん。ナンパのミュージさんのお名前は。中西さん。あ、中西ストアの中西さんです。ありがとうございました。ただの変態老人でした。こらそういうことはない、あなた。あと。なちょっと撮影中、あなた落ち着いて、はい、落ち着いて。あとそれから、私がなんかまあ恋をする役になってしまった中島さん、青と緑ですか、はい、ありましたね。あと、はい、なんかちょっと大丈夫かなって思う面も多々あり、あちょっとあの一番被害を被ったと思われる小林さん、ちょっと具体的にお願いします。いや、あの私たちが小林先輩でしょ、はい。なんかバイクに乗ってふざけ取ったとか。あ、そう。つまらないかどうかとか、基準ってなんなんな、ネガティブなあれやこれや、特に面倒だ、面白いかどうかとか、基準ってなんなんな。ポジティブね。なんか多くて、見はずこんなに人通り多いんやなって、まあ、しかも制服ばっかりで、ね、そうそうね、あれ制服じゃなかった、そうそう、なぜかみんな同じ名称もってね、そうみんなね、こうやって頑張ってこうやって、ね、アピール宣伝を、はい。で、まあ多分その私らのアピールのおかげと私らの頑張りによって長島さんのブログのアクセスはかなり増えましたね。増えました。ね、ね、コメントしてますよね。はい、今日もしてきました長島さん。私ら頑張りましたよ。はい、関さんはあのなんかキャラクターに例えるとおじゃる丸の占い師の飼っているハムスター、あの背中が星の模様のついた、ちょっとなんか小動物っぽい、ちょっと可愛らしい感じの方でしたね。はい、あとは何かあります？関さんの子供がめっちゃ可愛い。そうなん？関さんの子供？ちょっと待って、衝撃の事実、衝撃の事実、はいはい、ラジオの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。あの私とゆうちゃんと尾崎美希さんの、吹奏楽部の先輩のご実家ということでね、ちょっと縁を感じたりなんかしましたね。ありがとうございました。くんのマスターありがとうございました。私マスターと一緒に写真撮ってね、こうやってこうやって写真撮って、ごめん、めっちゃ近かった。ありがとうございました。あと宮津中学校ありがとうございました。それではまあちょっとそろそろ時間が来たようなので、一人ずつコメントで締めてください。締めてください。ある？ありがとう、嬉しい、めっちゃ嬉しい。じゃあこちらから尾崎さんからお願いします。はい、皆さん、あ、マイクこっち回ります。そっちでどうぞ。ダブルマイクだから。あ、じゃあもう、あの風邪用だから大丈夫。風用だからね。行きます。どうぞ、どうぞ。今までありがとうございました。はい、はい、次の方。はい、小林さんどうぞ。タナちゃん、タナちゃん、タナちゃんね。はい、わかりました。今までありがとうでした。なんかもうこの6人だったらもうなんか何でもやれる、もう楽しすぎます。ありがとうお姉さん。
今までありがとうございました。またの機会があればよろしくお願いします。イエーイ。じゃあどうぞ、ゆかちゃん。どうぞ、ゆかちゃん役のあやのちゃんです。はい、あやのちゃん、あやのちゃん、名前いいか。はい、いいです。別に、はい、今までありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。またよろしくお願いします。イエーイ。こちらこそよろしく。この人、この6人の中で最年少かつ最私も最小最小身長です。最小身長、めっちゃちっちゃい。見てこの最あのめっちゃ高い、一番高い方との身長差が何センチあるんでしょうかというね、問題ができちゃいます。何もですか。167です。167、17センチ違いますね。はい、何センチ。150です。なんで笑ったんですか今。すぐ見たこんな、あんまり変わらない。じゃあそろそろコメント、締めのコメントいきましょうか。はい、はい、1ヶ月半ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあいろんな方、協力してくれた方ありがとうございました。まあ面白かったんで、面白い作品にもなってると思うんですけど、まあ一番は考えてくれた後藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いい感じに、ちょっといい感じにかっこよく、かっこよかったね今のね。送り迎えのゾエシ、ありがとうございました。ありがとうございました。ママありがとう。ありがとう。わー、もう会いたくない。そんなこと言わんといて。関さんもありがとうございました。ありがとうございました。ではでは、MC っていうの、 MC の、 MC のはい、長谷川ゆかりです。紫ちゃん、紫、はい、紫ちゃん、はい、どうぞ。何言ったらいい、ちょっとどうしよう、泣きそう、どうしよう、何言ったらいいんこれ。秋まで泣けんかったりとか何言ったの。ごめん。ありがとうございます。本当になんかね、すごい楽しかったし、本当になんかいろいろと勉強になりました。なんで私この最後真面目に締めとるん。なんで真面目で、真面目で、真面目でということで、はい、誰に、あ、宮津メディアセンターの皆さん、ありがとうございました。次回作も期待しておりますので、まあちょっとね、え、ごめん、こうですか、こうですか、何何何何、こうですか、こうですか。はい、本当にありがとうございました。やめて、また勉強とか受験になってくるんで忙しくなると思いますが、これで次回作も期待しておりますので、またよろしくお願いします。それでは皆さん、最後締めましょう。なんて言って締めよう。あ、もうちゅうちゅうとないで、ちゅうちゅう、あ、見てねにしようか。あ、見てね、あなた一番最後ね。オッケー、じゃあせーのでみんなで言います。はい、せーの、見てね。